もなく終点札幌です。お忘れ物のないようお支度ください。本日は寝台特急カシオペア号をご利用くださいましてありがとうございました。 Ladies and gentlemen, we will arrive at the Sapporo Terminal in a few minutes. Passengers changing to the Hakodate Line or the Gakuen Toshi Line, please transfer at this terminal. Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you.上野から約17時間余り、距離にいたしまして約1200キロ、途中本州と北海道を結びます 58.35km の青函トンネルを通り、車窓より津軽海峡太平洋を望みながらのカシオペア号のご旅行はいかがでしたでしょうか。まもなく終着札幌です。お忘れ物ございませんよう、お手回り品お確かめの上、降りの試着をしてお待ちください。札幌の降り口は左側4番線到着です。左側4番線到着です。足元開きますのはお気をつけください。それでは札幌よりお乗り換え列車ご案内いたします。岩見沢、滝川、旭川、北見方面、網走行き、特急オホーツク3号、7番線から9時41分、網走行き、特急オホーツク3号、7番線、9時41分、内房白石方面、江別行き普通列車、9番線、9時45分、別行きの普通列車9番線9時45分岩見沢滝川方面旭川行き特急スーパーカブイ11号7番線から10時、旭川行きの特急スーパーカブイ11号7番線から10時です。小鳥手入方面小樽行きの普通列車2番線9時44分小樽行きの普通列車2番線9時44分学園都市線北海道医療大学行きは4番線9時55分学園都市線北海道医療大学行きは4番線9時55分です。また札幌より地下鉄南北線東方線ご利用のお客様もお乗り換えとなります。まもなく終着札幌降り口は左側4番線到着です。なお札幌駅到着後5分ほどで回送列車となります。そのためドアの方が閉まりますので十分お気をつけください。今日は寝台特急カシオペア号ご利用いただきましてありがとうございました。またのご利用お待ちしております。